よし、じゃあパンを作っていこう。まず強力粉を、もうちょっとかな。大体こんなもんかな。よし、そしたら次、そしたら次は打ち粉をちょっと引いて、よいしょと、
軽くこねる。どんくらいこねたらいいのかよくわからないんだけど、ゴム手袋するとすごいやりやすい。一旦これで一次発酵させましょう。ラップをして、あとは40度ぐらいの温度で1時間ぐらい。はい、1時間後たら固く絞った布巾で囲って、ベンチタイムですね。10分か20分ぐらい。よし、そしたら20分後、結構膨らんでますね。で、どうしよう、チーズを入れたいんだよね。どう入れればいいんだろうこれ。こうやって入れていくか。多いかな。チーズたっぷり入れよう。
め込んでいく。これを四角い天板に乗せて、こんな感じ。小麦粉を適当にまぶして、こんな感じですね。はい、じゃあ二次発酵40度で1時間ぐらいですね。違う、そうだ、40度で1時間くらい。はい、二次発酵終了。パンパンですね。で、これに切れ目を、よっ、入れる。これが難しいんだよな。こんな感じ。本当に？よし。そしたら、次は210度で、15分かな、17分。焼き上がり。どうだ、これはうまくいったのかな。
八。うまそうだな。お、熱っ、いい感じ、熱っ。中はちょっとしっとりかな。完成です。